今日はオーダーシャツっていうものにフォーカスしたその手順だったりとか、まあ醍醐味っていうところをちょっとねご紹介しようかなと思います。オクテットチャンネル、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。オーダーシャツをご紹介しようかなということで、手順っていうものだったりとか、どういったところにこの魅力があるかっていうところをね、ご紹介していければなと思っています。まあ、オーダーシャツの醍醐味の一番のポイントとしては、本当にちゃんと自分に合ったシャツっていうことですよね。まあ、だいたい首周りとこう袖、ここでやっぱりシャツは選びます。着丈もあるし、胸周りもあるし、まあ袖といってもカフスのこの手首の細い太いによってのね、周りのサイズ感とか、まあ細かいことがいっぱいあるわけで、でそういったものが本当にね、全部フィットしたシャツっていうのは、まあ吊るしで見つけるのはまずまあ無理ですよね。体にね合ったもの、ジャストフィットっていうものを仕立てられるっていうのが、まあやっぱり着心地もいいですしね、そういった部分が一番の魅力というかやっぱりポイントかなと思います。でどんな手順でやるかっていうところなんですが、まずは、ボディを決めます。ナポリスタイルとミラノスタイルっていう、うちの場合はこの2つの、ボディがございます。何が違うかっていうと、主に、サイズ感、あとは気持ち、デザインが違うっていうところですね。このナポリスタイルってものはいわゆるまあレギュラーボディ、ベーシックで、そしてこう背中にちょっとタックが入ってるっていうのがポイントです。そしてもう一つはミラノスタイル、スリムなスタイリングですね。はい、なので、まあ、シャツの中でもよりウエストのこのくびれっていうのがまあ強調されるね、まあ本当にこうイタリアっぽい細さのあるね、まあそういう色気のあるシャツです。実際にシャツをね、この選ぶ時のそのサイズをフィッティングする時なんですけども、一番近いゲージのものを着ていただいて、そこからさらに細かいところをメジャーで測りながら、まあより細かな調節をしていくっていう感じですね。そして、サイズが決まるとですね、オーダーシャツの一番の楽しみ、まあ生地でございます。メインはやっぱりシャツなんで、コットンの素材のものがほとんどですけれども、ものによってはリネンだったりとか、まあ少しこう混ざってるもの、あとはまあコットンといってもブロードオックス、まあいろいろとありますからね、その中でやっぱり選んでいくっていう感じです。僕はねそんなに気をてらったことはせずにですね、このようにね、まあ白い綾のちょっとこう斜めの線が入ってるような、まあ気持ちこうやっぱりツヤがあるね、シャツ、白無地のシャツ、にしております。そして生地を選ぶと、じゃあ次は何かっていうと、襟、それからカフス、あとはボタン、まあこういった本当にシャツの細やかなディティール、仕様っていうのを決めていくという流れですね。例えば襟型であればですね、ざっとですね、20種類以上あるんですよ。まあすごく多いのですね。で、実際にこのブックの中にこう記載されているものでもまあ構わないんですけれども、なかなかイメージもしづらいかなということで、シャツの襟型に関してはこれもね同じようにこのサンプル、見本となるものっていうのをご用意しています。イメージをね事前に持っておくとすごくいいと思いますね。あんまりこうちぐはぐなものにならずにですね、選べるかなと思います。襟型を決めていただいて、そこに合わせるように、カフスを選んでいただくっていう形になりますね。まあ襟とのバランスを見ていただきたいですかね。例えば今日着ている僕のシャツはラウンドになっていて、少しやっぱりこの丸くねなってるのが特徴、角張った感じではないので、このシャツの袖なんかも丸くなっているような感じにしてます。この雰囲気をね合わせたりだとか、まあそんな風にして決めていただけると、統一感のあるねいいシャツができます。そしてあとは本当に細かいところで言うと、シャツのまあ仕様ですよね。通常のドレス用のカーブっていうのがほとんどではあるんですけれども、中にはこうカジュアルなシャツにしたいっていう方もいらっしゃいますので、そういった場合にはカジュアル用のもう少しねショートでちょっとこうそんなにカーブしてないような裾にするっていうパターンもございます。であとは、ポケット、まあ僕はお客様にはほとんどの場合は、皆さんドレスシャツやっぱり作るので、ドレスシャツの場合にはもうなしです。はい、なしがいいと思います。あとはねボタンです。ボタンはすごく大事ですね。色、それからあとは素材ですね。やっぱり質感がね全然違うんですよ。なので僕はぜひぜひ買いおすすめしたいですし、本当にこうフォーマルな場合は高設定でちょっとね、ベース普通のシャツはだいたい
貝のこうボタンの厚みっていうのは2ミリぐらいです。ですがそれを4ミリぐらいにしたちょっと分厚いものがあるんですね。あの気持ちねボタンつけづらいんですけども、けど結構存在感あるんで、そういうのもおすすめです。生地をこうブラウンベースにして茶のボタンをつけたりとか、まあ、そういった楽しみ方はやっぱりできると思うので、ここら辺はセンスですし、まあ、ご相談しながらっていう感じがねよろしいと思います。あとまあ、 あの場合によってはこうネームとかをね入れるなんていうこともできます。イニシャルでも同様ですね。まあ、あとはあのこういったようにね、なんか刺繍も入れれるんですけど、まあ、過去にあった事例で言うと、麻雀牌とかね、はい、あのそういったものもあります。ここら辺は割とポップに楽しめるかなっていう感じですね。イニシャルだったりとか刺繍に関しては、まあ、大体はあのカフス、うん、でやる方がほとんどです、はい、カフスでまあちょっとこうチラッと見せたりとか、あとはまあ腕、うん、まあ、たまに胸とかもねいますけれども、大体はまあカフスっていうのがほとんどかなと思います。あとはこのようにこの襟の裏だったりとかカフスの裏に対して別の布をつけるっていうようなオプションもまあございます。これもですね、あのここに入っている柄以外にも、まあ、あのご要望があればですね、あのちょっと聞いてみてどんなものがあるかっていうのは割と柔軟にね対応できるので、まあやりたい方はぜひぜひね相談してもらえればなと思います。という感じで、まあ、シャツの仕様に関しては、まあ、このようにして決めていくところになるんですけれども、この襟だったりはカフスには芯材が当然あるんですけれども、それを接着にするのかフラッシュにするのかとかも決めれます。はい、まあ、僕は断然あのフラッシュをおすすめしておりますが、ただねやっぱりこうパキッとしたシャツが好きな方もいらっしゃるので、そういった場合にはあのちょっとこうハードな芯を使ったものだったりとか、そんな風にも選べます。まあ、あと本当細かいところをもう一つ申し上げるのであれば、あのボタンの位置とかですね、はい、まあ大襟のボタンからの第1ボタン、ここの間隔6センチぐらいっていうのが通常のシャツですけれども、これをまあ少し4センチぐらいの間隔にしていただければ、まあ、開けた時でも美しくなったりだとか、まあ、こういったことはねなかなかこう全てを把握してあの伝えるっていうのは難しいと思うんですけど、まあそれはまああの希望をね、希望イメージを伝えてもらえれば、それに応じてまあ提案するという感じにはなるんですけれども、あのご自身の理想に近いシャツができるかなと思います。生地は主に日本製のものをメインにしておりますし、あと工場もね、全て国産になってます。メイドインジャパンですね。なので品質はもうむちゃくちゃいいです。シャツは結構トレンドがあるというかね、まあ、そういったものに、ね、やっぱり柔軟に対応できるっていうのが一番のポイント、魅力かなと思います。ちなみにですね、あの僕が作ったシャツっていうのが、こんな感じです。まあ、あの今回すごいね、あの分かりやすいというか、別にオーダーする必要もなかったんじゃないかというか、白無地でねあの作っちゃってますけれども、あのポイントはね見ていただきたいのはやっぱりこのサイズ感ですよね。あの袖周りだったりとか、まあ、僕のあの胸周りだったりとかね、あとはまあウエストのラインとかもやっぱりこうピタッとねフィットしている、サイジングはあの一番のポイントだと思うので、まあこういったようにですね、あの仕立てることができます。まああとあのオーダーシャツに関してはですね、あのまあサイズが変わらなければっていう話ではあるんですけれども、基本的に1回作ったものはあの全てやっぱりデータとして残しているので、その後はですね、あのまあ本当に同じで良ければ、まあ生地を決めたりとか仕様を決めるだけであのポン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 できるかなと思います。だいたい1ヶ月ぐらいですかね、あの納期としては1ヶ月弱ぐらいね、あの見ていただければよっぽど問題ないと思うので、まあ、そのようにしてあの自分のこれっていう形をね、あのまず決めて、まあ、フィッティングして決めて、であとは生地に応じて選んだりとか、そんな風にして楽しんでもらえたらなと思います。はい、何はともあれですね、気になる方はぜひぜひね一度あの作りに来てほしいなと思います。こんな感じで僕たちの動画は毎日8時に動画を更新しています。ぜひチャンネル登録、それから高評価をよろしくお願いします。はい、あとはですねコメントもお待ちしています。お願いします。というわけでムンでした。バイバイ。